リカンフットボール日本選手権プルデンシャル生命杯第73回ダイスボール、ただいまより開会いたします。それでは対戦いたします両チームをご紹介しましょう。社会人王者富士通フロンティアーズ、そして対するは学生王者男性学院大学ファイターズ、この2チームによって戦われます。アメリカンフットボール日本選手権プルデンシャル生命杯第73回ダイスボール選手の入場です。まずは三塁側より日本社会人選手権優勝チーム富士通フロンティアーズの入場です。今季の富士通フロンティアーズはスタンドにいるフロンティアーズファミリーの皆さんと共に戦い今日の決戦を迎えました。今日は2019年シーズンの集大成、応援、名実ともに真の日本一になるためにワンファミリーとなり必ず勝利をつかみ取ります。富士通フロンティアーズ選手入場です。
国歌独唱を行います。国歌独唱は邦楽から洋楽まで歌いこなす歌怪獣の愛愁でおなじみの島津亜矢さんです。演歌からポップ、フォーク、ロックまでジャンルを問わない歌いぶりはアメフト界に例えると80ヤード独走タッチダウンクラス。それでは度肝を抜くほどの歌声をお楽しみください。皆様ご起立の上オーロラビジョン高校の国旗にご注目ください。